皆さんこんにちは、武田塾の高田です。です。今回は新家庭の変更点社会編について話していきたいと思います。この動画では今の高校2年生の子たちが受ける受験がどうなるのか、今の現行家庭で勉強している高校3年生の子たちと何が変わるのかについて話していきたいと思います、はい、まずは社会科目が名称ごとガラッと変わりますね高校教育でどんなことが変わるのかを話していきます。こちらの表を見てください。地歴公民それぞれあるんですけど、世界史 A 世界史 B 日本史 A 日本史 B 地理 A 地理 B で、公民の方が現代社会倫理政治経済っていうのが今までの科目の区分でしたと。それが地理総合地理探究歴史総合日本史探究世界史探究、うん、公共倫理政治経済という名前に変わりますと。世界史 A とか日本史 A とかっていう A 科目が廃止になって、歴史総合っていう科目に変わりますと。総合と探究についてまず話をしたいなと思うんですけど、歴史総合というのが日本史と世界史の近現代の話をまとめた教科になります。歴史総合、地理総合、公共は全高校生が必須で学ぶことになってますというところですね。日本史探究、世界史探究が日本史 B、世界史 B に該当する分野ですと。地歴に関してはそんな感じで、公民が現代社会に相当する内容が公共に入って、倫理政治経済はそのままというのが今の高校での課程ですね。ここ何かコメントありますか？入試は一旦置いといてでいくと、はい、学校の授業がね、変更した意図の通りになってるかどうかは分からないんですけども、はいはい、基本的に社会って受験のイメージからすると、うん、日本史だけみたいな高校生活のイメージの子とかいるじゃないですか、うん、ただ社会教育みたいな観点でいくと、日本史も世界史も地理ももっと言ったら公民自体も横断的に見る視野みたいなのっていうのは本来育成すべきなんですよ、うんうん、そういう意味で言うとカリキュラム上はそれに近づいたのかなっていうような印象ですね。歴史総合っていう科目自体が日本と世界の関わりを日本史世界史って切って学ぶんじゃなくて、はい、ミックスさせましょうっていうのはそういう意図ですよね。そうですね。日本のこの時期にヨーロッパではどうだったのかみたいな視点を養いたいっていうのは高校生としては妥当かなと思います。教育課程の中でも、例えば日本史探究に一つとってにしても、知識偏重の今の教育課程から脱したいみたいなメッセージは節々に書いてますね、はいはい、何が変わるんだっていうと難しいんですけど、はい、文部科学省の教科書を作ってる人たちの意図としては、与えられた資料から何か読み取って自分で考える力をつけさせたいみたいなメッセージが込められてるということなので、はい、そういう入試問題の出題はもしかしたら今後増えるだろうなと、うん、いうのは思います。日本の教廷の、ね、歴史とかもね、そっちに寄せてるんだと思うので、そういうようなイメージかなと思いますね。社会科目が考えるっていう要素が増えるっていう風に、はい、これからの子たちは思っといてくれたらと思いますと、はい、ポジティブに捉えると面白い社会にはなると思います。あ、なるほどなるほど。ただただ暗記ではなくて、あ、だからこうなったんだとか、こういう関係があるんだみたいなことの頭の動かし方できる教科になるといいなと社会好きとしては思いますね。みんなが気になるのは入試がどう変わるかだと思うので、はい、共通テストとそれ以外の入試で分けて話をしていきたいと思います。共通テストの社会変更点なんですが、すごいややこしいことが起こってますと。現行課程から新課程にこういう科目の区分が変わるんですけども、ややこしいとこだけピックアップするなら日本史世界史でしょうね。出題のされ方が今まで日本史 B だったところが歴史総合プラス日本史探究、世界史 B だったものが歴史総合プラス世界史探究という出題のされ方をされますと、うん、この後話すんですけど、日本史の中にも歴史総合は日本史と世界史ミックスしたもんだから世界史の要素も入ってくるというのが非常にややこしいところ。もう一個変更点としては公民科目が2種類になります。今まではねめっちゃありましたよね。前者倫理政治経済、倫理政治経済、この4科目あったんですけど2科目になります。公共倫理と公共政治経済の2種類です。現社コスパいい時代が終わってしまうということですね。終わりましたね。現代社会は倫理と政治経済の基礎的なものを薄く広くまとめた科目になるので、公共って科目が現代社会に相当する科目になるんで、現代社会プラス倫理、現代社会プラス政治経済みたいな科目になりますと。倫理政治経済がなくなるので、倫理政治経済と公共倫理公共政治経済比べた時に倫理政治経済の方が重いわけですよ。公民系の科目に関しては倫理政治経済を選ばないといけない大学だった人にとっては楽になるかなと思います。わかりやすく言うと、日本史世界史は負担増、地理変わらず、公民は臨性選んでた人は負担減、現社とかだけで受けれた人は負担増っていうのが現行課程から新課程へのボリュームの変化というふうに受け取ってもらえたらいいかなと思います、はい、ですね。なんかもう一個ありますよ。地理総合、歴史総合、公共っていう3つ混ぜた科目が出て、社会オールスターみたいな地歴公民の薄い内容を、はい、全部やんなきゃいけないの
かってその中から2分野選択しましょうっていう、はい、実は2つなんだね。実際2つなんですけど、これは地雷科目ですね。要は地理総合と歴史総合にしてもね、歴史総合と公共にしても薄いとはいえ別の科目なんで、単純に学ぶことが2倍になっちゃうと、これは負担増だと思うので選ばないこと無難かなと。大学人もほとんどいないっていうような予想をされてたので大丈夫だと思うんですけどって感じです。必須科目まとめましたみたいなね、そんな科目も出てきます。次なんですけど、そのややこしいって言った歴史総合日本史探究って科目と歴史総合世界史探究って科目の共通テスト試作問題が発表されてたので、それの形式を一緒に見ていくと、大問は全部で両方6題出題されてました。大問1が歴史総合の問題ですと。試作問題載せとくとこんな感じで、歴史総合日本史探究の問題なんですけど、アメリカ合衆国とメキシコとの戦争終結の条約によってカリフォルニア地方は合衆国に譲渡されたっていう資料がバーって書かれてるんですけど、はい、思いっきり世界史の内容ですよねそうですね歴史総合なんで世界史の内容が出てもいいんですけど、日本史探究でもこんな問題が出題されると。同じように歴史総合世界史探究の問題でもめっちゃ日本史やんみたいな内容が出題されると。当然歴史総合の範囲だから、大問1個分歴史総合で、大問2問目以降から世界史探究やったり日本史探究やったりになるので、もちろん出題の割合は歴史総合少ないんですけど出るんで、対策は共通テスト受けるとは絶対せなダメやなと、歴史総合に関してはっていう感じですね。大変なのは歴史総合日本史の子じゃないかなってちょっと思ってて、中学校とかでも日本史っぽいこと結構やるじゃないですか、やりますね。そもそも歴史総合って知識ご利用したいわけじゃないんで、そうなってくると世界史要素の方がどちらかというと多いような印象になると思うんですね、日本史 AB 時代と比べると。ってことは世界史 A と日本史みたいな感じ、歴史総合世界史探究の方が被る範囲は多そうかなみたいな、でそのうちの日本史にリンクしそうなところをあえて大問別で出すんだと思うんですけど、っていうところが、もちろんね実際の問題見ないととは思いますが、選択科目にも影響をしたりするのかなとかは思いますよね。歴史科目は負担が増えますよっていうことを共通テストについては覚えておいてください。次、次第の対応を見ていきましょうか、はい、予備校の講師である塚原先生という方がノートにまとめてたので、それをちょっと紹介します。日本史世界史は、ね、今までは私立文系志望の科を受けてました。ここに歴史総合入ってくると嫌ですよねっていうのがまず前提としてあるんですが、各大学ごとに探究科目のみですよ、日本史探究のみ出しますよって言ってる大学と、歴史総合も範囲に含みますよって言ってる大学が分かれてるので、それを表にしたらこんな感じになりますと。例えば慶応でも文経済法は歴史総合含みますと、小は日本史探究のみ出しますと、上智は歴史総合含む、学習院も歴史総合含む、明治立教中央法政日大東洋も歴史総合含む、日本史探究のみ出すっていうのは青学とか同志社とか近代とか福岡大学とかその辺が日本史探究のみ出しますと言ってますと。めっちゃややこしいですね。ややこしいですね。しかも併願みんなするでしょと併願するから、うわ歴史総合出るやんみたいな、共通テストまでだったらまだね我慢できたかもしれないけど、日本史勉強する人が歴史総合で世界史もやらなあかんって結構な負担やと思うんですよね。言ってしまえば、はい、ルート変わるってことですよね。それもちょっと後で話します。次第文系みたいな括り方は難しくなってくる部分が一部あると、めちゃめちゃねどでかい範囲ではないと思いますけど、そうですねっていうむずい話がありますと。そこでこれもちょっと数学の時と同じで予想したいんですけど、大学としては今までのことを考えたらあんまり形を変えたくはないのがぶっちゃけたところ本音じゃないですか、うん、共通テストは歴史総合日本史探究っていう風に合体させたのに、日本史探究のみですよってあえて言う大学がこんだけあるんですよ。要は大学側としては今までの形を踏襲したい大学が多いんじゃないかなというのが予測できますよね、うん、でややこしいのが歴史総合含みますって言ってる大学が結構多いですと。この大学がほんまに歴史総合出すのかっていうところを疑う名も塾講師の自分としては持ってて、日大とか東洋とかが歴史総合出しますって言ってるんですけど、はい、単純に今までよりも範囲広がるわけじゃないですか、うん、日本史探究の分野と世界史の要素も入れて、それを本当に入試問題として作って受験生に出すのかなっていうのがやや疑問なんですね。教科書というか学校の課程にのっとって歴史総合と日本史探究が出題範囲ですよって言いつつ、日本史やのに世界史出すとか世界史やのに日本史出すとかは次第の一般入試ではしないんじゃないかなっていうのが保守的な意見ですね。現状のまま行くんじゃないか革新的な意見も言うと、ここ数年の大学受験の問題を見ていくと、例えば青山学院とか上智とかで総
合問題っていうのができました。そうですね。総合問題って何かっていうと、いろんな教科をミックスして混ぜた一問作りましたっていう問題がトレンドとしてあるんですよ。政治経済日本史世界史英語とかを混ぜて総合的に学力を問うみたいな問題を実際に青学とか上智とかもうすでに出してるんですね。っていうことを踏まえると、大学側もそういう多角的な視点、清水が冒頭で言ってた視点っていうのは受験生に持ってほしいと。だから日本史と世界史を混ぜた方がいい問題ができると。で考えてる可能性は十分にあるだろうなと。だから歴史総合が出ないって決めつけるのは違うんじゃないかというのは言えるかなと思います。課程変更の趣旨が入試問題にも反映されるが、反映されるしっかり改革派の説っていうのですね、うん、というふうになってますと、はい、ただそうは言っても歴史総合共通テストでも第も6個中1個なんで、ちなみにウェイトはもちろん低いと思うんですよ。そうですね。武田塾のルートもさっきどうなるみたいな話ありましたけど、まだ現状参考書は出揃ってないんで、ルートを作る以前の話なんですけど、私立文系の人は特になんですけど、基本その探究科目を頑張ってくれたらいいと。直前期に歴史総合を軽く追加するみたいな感じがベストかなと思いますね。出るか出ないかわからないものだから、最初にがっつり時間かけてやるのはコスパが悪いと。メインはどこまで行っても探究科目だから、日本史だったら日本史探究、世界史だったら世界史探究を一からぐわー勉強して、最後ちょうど高3になった時の10月とか11月とか直前期に歴史総合の方を軽く復習して挑んでくれたらいいかなっていうのが今後の対応かなと思います、はい、歴史の探究科目をメインで学習しつつ、直前期に歴史総合を詰め込むとか、あるいはまだ定期テストで歴史総合やってる人とかもしいたら、定期テストは歴史総合頑張っといて最低限の知識は覚えとくとか、そういうような形で歴史総合を後回しにして対策するっていうのが一番コスパいいんじゃないかなと。最後おまけに国公立の話もしとくと、国公立は逆に言うとメインどころはほぼ日本史探究やったら歴史総合範囲としないですと。そもそも社会で二次出るのが珍しいんで、そうですね、東大京大は探究やったら探究のみ歴史総合範囲としない。筑波とかもね、社会の記述有名ですけど歴史総合範囲としない。一橋とかはでも歴史総合範囲とするみたいなって感じですね。阪大とか北大とかも一部の学部でね、社会の記述ありますけど歴史総合範囲とすると。ただまあメインどころ東大京大筑波とかが日本史探究のみって言ってるんで、国公立の場合は二次の対策とかは探究科目のみで基本いけるんだろうなっていうふうに思いました。なんでまず変更点としては、共通テストの科目の分け方が変わりますよと。歴史総合が日本史世界史それぞれ加わってくるんで、そこはちょっと受験生の負担増になる部分だから、共通テストを使う人はそれちゃんとやっとこうと。で私立に関しては結構対応が大学ごとに分かれてるので、出る大学を受ける場合は直前期にサクッとやっちゃって、日本史探究世界史探究をメインでやるのがおすすめと。今回の課程の変更からできる分析と予測かなというところです。清水どうでしょう。これ難しいのが、はい、今回社会でしたけども、はい、日本史 B 世界史 B の時からあんまり授業終わらない問題ってあったじゃないですか。補習でやったりとか直前期なんか、まあ、究極終わらないみたいな、はいはいはい、っていう風なパツパツのところに思考を入れるわけですよね、うん、大変だなと思いました。歴史総合が本来は時間増えてないとダメなわけじゃないですか、うん、世界史 A が2単位分ですよね。日本史 A が2単位分だから歴史総合が本来4単位分ないとダメだと思うんですけど、同じ歴史総合も2単位でやんないといけないじゃないですか。範囲と知識量っていうところがその要素が絡み合うとやっぱ負担って全然違うと思うので、うん、友達の社会の先生にちょこちょこお話は聞いてみようかなと、うん、僕言ってることは合ってるんですか。日本史 A と世界史 A が丸々くっついたのが歴史総合ではなさそう。でも7掛けぐらいはあるでしょ。そんぐらいはある可能性あります。ってことは結局2単位じゃ終わんないよねっていう話になりますね。学校の先生も今までの教え方と変えなきゃいけないわけじゃないですか、うん、だけど入試は変わるとかね、そうそうそうだったりするんで、結構そのギャップっていうのが発生するっていうのも、しかも高校ごとに違うと思うんですよ、うん、そういうの得意な先生もいると思うし、割と今までっぽいみたいな先生もいると思うので、そこら辺っていうのを自分の高校の授業と入試問題そのものでどんなことを問われるかどうかっていうのと、そのためにどういう自習をしたらいいのか、うん、この辺はちょっと情報キャッチしたりとか対策考えながら勉強しないと、考えてること比べてちょっと不利になりそうだなっていうふうには思うので、うん、情報はキャッチしましたね。こんだけややこしいこと話したんで受験生は不安やと思うんで、はい、今売られてる参考書が使えるのかどうかとかも話しとくと、うんうん、基本日本史世界史選択の人は今の参考書を使ってもらって全然大丈夫ですと。金谷とか石川の実況中継とか当時の一問一答とか武田塾のルートで発表してるものは全然使ってもらって大丈夫ですと。歴史総合が出る場合は後で歴史総合を足しましょうと。それが一番分かりやすいと思うんですよ。しっかり家庭変わるんだ、なんかややこしいな、不安だな、どうしたらいいんだろう、迷って動かないぐらいだったら今の日本世界史をやってくれと。2年生なんでね、英数優先の子が多いかもしれないけど、はい、基本そんなに不安に思う必要はないよっていうことを最後に付け加えたいなと思います。結果って全般に言いますけども、まずは確実にやらなきゃいけない範囲とか、どうせ優先的にやらなきゃいけないこととか、強手対策とか今高2が考えてもそもそもそこまで手回らない人の方が多いと思うので、情報は持ちつつも優先的にやるべきことをオラオラと進めてもらって、参考書とかでまた出てきた時に情報をどんどん発信していきますので、その時にも対策を考えていただければと思いますね。はい、というわけで新課程社会変更点まとめでした。今回は以上です。
高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、焦ってる受験生も、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。